教育実習面白そう。すげえ、なにこれ。インダクティブジャンクション。かわいいじゃん。リアクティブバレンティアン。どこだここ。おお。お前天下じゃねえかお前。せえ。おお。お前誰だお前は。誰だお前。私はフンデモード兄弟。フンデモード兄弟。まずここはどこだ。ここは大阪大学。大阪大学。アウサカでは。アウサカの席。今回君たちを大学に閉じ込めさせてもらって、ここから脱出するためにはこの封筒に書かれたミッションを解いてもらわなければならない。これを先に解いた者しかこの大阪大学を脱出することはできない。片方は死ぬまで大学生。片方はもう一生大学生。一生大学。片方はこの大阪大学奴隷だ。なんだと。この封筒の中には我が輩が理系風で中に書かれたテキストが入っている。なんだと。この大阪大学の文化祭マチカネ祭の出店の商品が答えになっている。なるほど。それでは、あ、ありがとうございます。なるほど、ミッション。なるほど。じゃあ1問目、1問目、はい、読みたいと思います。高賀者の地にて生まれしかのものは、人に熱情を与えしものでもある。何言ってんの。まったく全然分からん。我ながら完璧な文章だ。このミッションの正解の出店には次のミッションが置かれている。あまりにも難しかった場合は1問につき1回私に連絡をすることができる。計5問だ。この癖の強い問題5問も向き合わなかんの俺。いやほんまに。これは一番簡単な方だ。マジで。嘘やろ。マジで言ってね。嘘やろ。わかりました。それでは行ってくるがいい。レッツゴー。はい、というわけで、花尾チームです。一旦ちょっと問題ちゃんと読もうかな。その原料をめぐってかつてあまたの戦果を交えたものって、使われてる原料が多分結構高価な建物とか貴重なもので、なんかアヘン戦争とかそういう感じかな。アヘンかな。さては、いやでもアヘンを使った料理は多分ないと思うんで、スパイスとかそういう説ないっすかね。ゴーガシャってこと多分分かった。ゴーガシャってインドとかその辺かな。ガンジス川ってことはやっぱインドか。インドやんな、これ。インドのチュニテってカレーか。2分の 1R2 乗シータというのはおそらくこれね、あの扇形を意味していると。カレーじゃねえかな。一旦カレーっていう読みで行ってみていいですかね、これ。ということでやってきました、大阪大学。懐かしい。でもちょっと予想しよう。予想するわ。高架下の地っていうのは暑いところ。アヘン戦争ちゃうかなと思うよな、これ。正直アヘン戦争ちゃうかなと思うよな。でもこれ分かった、見たら思い出すかも。めっちゃ盛り上がってる。2分の 1R2 乗シータって何やっけ。理系2、はい、円です、円です。円。じゃあこれ円や、円。円の面積。高架車って何か分かります。え、あの単位ですよね、数字の。え、数字の単位。高架車、成田、なんか不可思議みたいなのありますよ。一重百千万億兆計画。ああ、そういうことか。それで高架車が出てくるんですよ、途中で。なるほど。だから、ってことは10の何乗で。めっちゃでかい、めっちゃでかい。これ反響者があるんで、ちょっと聞いてみましょう、話を。扇形の面積じゃないですか。おお、そうよね、絶対そう。俺もそう思ったんですよ。扇形っていう商品がどっかにねえかな。ワンチャン、ワンチャン餃子みたいな。ワンチャン餃子。確かによくやった。あ、でもお前、確かに。あ、鳥皮餃子。鳥皮餃子。鳥皮餃子。わぁ、鳥かもしれない、もしかしたら。その十の南城の部分が変化。あ、そういうこと。ワンチャンじゃない、そうじゃないですか。確かに、お前頭いいな。うえ、なんか52乗らしいんですよ。52乗、これはでかい情報です。じゃあ52番の辺ちょっと一旦見つつ、一旦君の店に行く。ワンチャンね、餃子じゃねえという、ワンチャン餃子でいただいたんで、とりあえずここで買ってみます。はい、じゃあ一旦ね、鶏皮餃子は3つ買ったんで、はい、ということでじゃあ店員さんにお尋ねしたいと思います。この問題の答えは鶏皮餃子です。違いますか。違いますか。マジか、はめられた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまた次の旅に出ます。あ、これパンフレットで配布しております。もらえますか僕。ありがとうございます。あ、すいません、ありがとうございます。よし、パンフレットゲット。
で、これパンフレットゲットしたのでかないですよ、これこれ絶対正解でしょ、はい、この中から選べばいいんでしょ。円をかたどった相棒ってことは円形の器ってこと、戦火を交えるってのは火をめっちゃ通すってことやと思うねんで。43いこう。一旦この伸びるチーズドッグ43番買いに行きます。これは理由としては円形でかつ、間違ってると思うんやけどな、もう分からんかった正直。すいません、この問題の答えですか？違います。あ、違いました。違います。すいません、すいません。よし、すぐに出ましょう。はい、ちょっと1問目が分かんないっす。候補者は多分無限かなみたいな。ガンジス川で生まれたもので、2分の 1R2 乗シータは円ってことが分かるんや。扇形、あ、そういうことね。なるほど。じゃあ行ってみます。お疲れ様です。以上で。あー、これや、分かった。26番、なんちゃってヒンドカリー。これや、これや、これや。なんや、なんのことや。多分さっき豪華車が52畳やったんで、52番の店行きます。おでん、おでん、おでん、めっちゃうまいっす、ほんまに。おでんか。もしかしたらこの店のこと言ってるのかもしれないと思って、おーおーおー、来たんですけど、はい、違いますか？多分ちゃう。わかんない、ほんまにわからへんから、彼にね、電話してちょヒントをね、聞きたいと思います。あのさ、インドのスパイスみたいなのはちょっとわかったんですよ。はい、2分の 1R2 乗シータって扇形じゃないですか。そうですね。それがどのことかちょっとね、わかんないですよね。もうそこまで言ったらわかるんじゃない？マジで？でもカレー、まあカレー、カレーっちゃカレーしかないと思うんですけど。わかりました、じゃあ頑張ります。はい、頑張ってください。はい、というわけで、カレーを今求めていることは分かった。いやいやいや、そうじゃないぞ。いや、マジでカレーを求めてるんですよ、俺は。俺は今カレーが欲しいんだ。大丈夫ですか？ラキサマさっき食ったんだ。マジで食えない、ほんまに食べられない。ほんまに食べられない、俺は。じゃあ3個いただきますか。3個。じゃあ5個いきます。ここ、すいません、高架者の地にて生まれしかの者はみたいなやつはここの答えですか？そうです。あ、来た、やっと1問目正解来ました、ありがとうございます。はい、ということで、この26番のなんちゃってインドカリー成功しました。ということで、2問目の問題いただきました。やば、なんて書いてるか分からへん。肥沃な三日月地帯にて栽培されたものを原とし、しばくで、あいつ何言っと。カレーがどっかにあると思うんすよ。あ、これじゃね、これや、これだってピザって多分そういうことやろ多分。あー、やっと分かったぜ、チェックメイトしました。これだ、ここだ、見つけた。花をついでに揚げ餃子どうすか？花をついでに揚げ餃子食ってってください。ぜひ、さすがにこれだと思います。ということで、これ正解かどうか発表してください。正解です。わー、ありがとうございます。ありがとうございます。すげー。次の問題とかってもらってたりしません？なんかこう、いや、今俺覚えてないようやったら絶対もらってない。終わった、不正解です。ありがとうございます。これ思ったけど、最初にヒント使った方がいい説あるな。はい、もしもし、フランドルの地のものが欲しい。ベルギー、肥沃な三日月地帯にて栽培されしものってどこで、イカの底から染み出しものってのは多分水分が外に出るんじゃないかなっていう予想です。養分ということで、小麦粉使うらしいんで、ワッフルとかドーナツ系ワンチャンあるな。これ養分が出てくるって言ってたんですよ。ってことは中に蜂蜜とかが入ってる可能性ない？マジで？でもさ、これ違ったら絶対違うやん。もう、あ、これだ。うわ、もうこれやん絶対。エリンテグラル0から2 n のコサイン NX コサイン NXDX かっこ M と N が異なる自然数個ください。3億、3億あります。やべえ、これはやばい。
お、お、え、今何て言った？今何て言った？正解！久しぶり。久しぶり。久しぶり。よっしゃ、グーじゃんけんほい、はい、ここでほい。しかし、夢に向けが変わらない。すごい。10、それぞれの動きがまとまらず、行きましょう。いやー、さすがにここじゃなかったらもうほんまに、あ、誰もいない。あ、すいません、ちょっと失礼します。あ、え、これ扇形じゃん、だってこれなんだけど、ね、ちゃんと正規料金で、正規料金で買っていただきたいです。この商品、はい、正解ですか？お、やったー、正解です。やったぜ、ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみに金髪ピンクのパーカーのもう一人の方は来られました？すでに、もうすでに来ています。ここ買ってみよう。一旦このなんかワッフル、しかもベルギーやん。え、割ってるんじゃん、ここ正解ですか？あ、違う。え、惜しくない？いや、もうワッフルあと2つありますよ。この情報もでかい、全部情報でかい。ということで外したけど結構惜しかった、正直。実際ちょっとここが流れのおかつけをちょっと買っていきたいなと思います。すみません、すみません、これ一緒に読み解かないですか？これ、揚げ大福じゃないですか？揚げ大福？揚げ大福じゃないですか？もう出た、自分の見て、自分の見て、よりかむ。まあまあ、まあ揚げ大福かもしれんわ、確かに。確かに揚げ大福かもしれん。揚げ大福、揚げ大福。はい、時間、はい、時間取られた。ヘビーカサロスか、ヘビーカサロスか。ヘビーカサロスか。あ、じゃあここ一回行こう。一応正解の可能性あると思うねんな。やっぱ引かれたのはこの看板っすね。これはでもちょっとな。どう思う、これ？ごめん、コメント欄でこれについてみんな書いてほしいけど、この店は肥沃な三日月地帯にて栽培されたものを源として無数の飯が垂れ落葉を垂らすもの、フランドルの地のものが飛び出し、二眼族から染み出し物と共に食わせるものが常にあるの答えですが、せーの、正解です。はい、知ってた。はい、ということで2つ目のね、お題をいただいたんでちょっと読みたいと思います。問題いきますよ、聞いてくださいよ、皆さんも考えてください、一緒に。はい、皆さんは今 YouTuber になってます。な、読めねえ、これすでに。烙印をなんかこう押されているってことは焼き物系っすよね、多分。グランドルの地って知ってる人？知らない。異観測から染み出るものって何？樹液？あ、分かった。あ、ワッフルじゃん、これ。ベルギーって書いてある。やっぱ絶対ワッフルやん。来た、ワッフルだ。あのまま行ってたらさ、全部ノリで買うとこやったよ。いや、ほんま。ワッフルの店がこの65番の絶品ワッフルと、そこの29の豆乳ワッフルで、ワッフル攻め、ワッフル攻め、怒涛のワッフル攻めしよう。このワッフルの店は肥沃な三日月地帯で栽培されし物を源とし天然で常であるが答えですか？せーの、惜しい。もう惜しいって。あ、じゃあ分かった、65番。はい、ワッフル攻め、ワッフル攻め。あ、ここや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 。今企画やってるんで、はい、ちょっと協力してもらってもいいですか？必須。肥沃な三日月地帯にて栽培されし物を源とします。わ、この店ですか？正解です。おっ、来た。ワッフル攻め正解。でもちょっとよくわからん。なんでこれが正解かわからん。起きてる、花をまだやってないらしい。おということで、2問目正解で、次3問目読みたいと思います。一旦ちょっと店をね、探したいと思います。ワッフルあるじゃん。あった。違いやろ、これ作ったやつ。やばない、これ作ったやつ。